はい、釣り子 TV です。前回ね、この高又シャッドリアル6インチのね、地味なねワカサギ系のリアルカラーで50アップとか釣れたんですけども、まだね濁りがきつめなんで、このねチャートバック、その名もチャートバックワカサギ、この色でね、この前と同じような、まあちょっとフリーリグとかで水中に入れた仕掛けどうかなっていうことで、背中がねこんな感じの黄色ですね。ちょっと開けてみますね。はい、出してみるとこんな感じね。えこのリアルプリントすごいですよね。あー、このカラーね濁りの中で効くんじゃないかなと思ってね、今日投げてみたいと思います。それではねやってみます。で、タックルはですね、これロデオクラフトのホワイトウルフっていうね、竿で、ポイントはですねフリーリグね、これ 7g のフリーリグシンカーをつけた、こんな感じのタックルでね、坂又シャッドを使っていい感じで釣れているんで、まあライトテキサスとかでもいいと思うんですけど、たまたま 7g で使いやすいシンカーが、こういうダウンショットシンカーっていうのかな、フリーリグシンカーみたいなのだったので、このセットでね試してみております。トップウォーターでね一通り流して、表層でねバイトがもらえなかったんで、でこの前ねこの仕掛けでやったらね50アップとか釣れたんでね、今回もこれでちゃんと水中に入れて、で前回と違うところはチャートバックカラーね、クリアなとこだとあんまりどうなんだろう、あ、まあでも視認性から使うかもしれないんですけど、前回はね地味なワカサギ系のカラーですごいね反応が良かったんで、それとはね真逆のリアルの中でも一番目立つような感じのカラーを水中に入れてみております。でちゃんと水中にもう底の方までね沈めて、そこからこう誘い上げてくる感じで、回収なんかはこうミドスト気味にちょっとシェイクなんかも入れたりしてっていうね、そういう感じでやったらこの前すごい具合が良かったんで、ちょっとねこのセットで中層で食ってくるんで、油断してると急にもうなんか糸が手前に走ってたり、もちろん竿先にガンガンって当たりが出る場合もあるんですが、ちょっと想像してるとこと違うところで急にね追っかけてきたのが食ったりするんで、どんな時でもがっつり合わせが入れられるようにね、前回ね使って結構当たりが出せた時は、これミディアムヘビーからヘビーぐらいのパワーの竿なんですけど、ちょっと強めの竿でねしっかりとフッキングを入れるといいなって感じました。その前にもうちょっと曲がる竿で、なんていうのかな、あのこう横に飛ばしやすいようにこうジャーキングの竿みたいな感じで使っていたらですね、結構シングルで太めの針を使ってるんで、針がねちゃんとかけらんなくて、バラシがね連発したんで、坂又シャッドリアルに関しては、6インチに関してはこういう太めの針も使用するので、ヘビーとかミディアムヘビーとかね、そういう竿が使いやすいんではないかなと思います。すげえいっぱい釣れる釣りって感じではないんで、本当に集中力を切らさずに一日リアクション狙いでてん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 ってアクションをやり続けてね、どっかで見つけてくれたらラッキーって感じでね、気長にやってみたいと思います。ただまあルアーのサイズも6インチあるんで、なんか
ヒットするとここそんなにね小さいバスいっぱい数釣りしたりっていうのが多いポイントなんだけど、あの粒揃いのねいいサイズがよく釣れたなっていうね、そんな印象はあるんで、この前はねこんな感じでこっち側にね投げたらいきなりでっかいの釣れたんだよな。まあたまたまね刺してきたんだと思うんだけど、まあでもたまたま刺してきた、あーでかいのいるって見えてもなかなか口使ってくれないのがこのポイントのイメージなんで、すごいねもう嵐みたいに雨降ってる時とかね、そういう時は結構デカバスが速攻で反応してくれたりっていうのはあるんだけど、こういうカキーンとね高気圧が張ってる時はなかなか騙しづらくて、そんななんかねこのリアルさでバスが躊躇なく一気に釣れてくれたっていうのはねすごいね自信になったんだよな。今回もそんな感じの、まあそんなに数は来ないけど粒揃いなバスが反応してくれないかなってことで、ピョンピョンゴンピョンピョンゴンって、ね、そういう感じでこう当たりが出ないかなっていうことで、ひたすら丁寧に、なんかね違和感を感じたらもう速攻でフルフッキングですね。なんか躊躇すると針かける前にこうブッてね魚が吐くんで、うん、そこら辺はやっぱ従来の坂又シャッドとかの方が多分あのムチムチした素材の方が長時間もぐもぐしてくれるんじゃないかなって印象はありますけど、まあただせっかくこの出たばっかりのリアルね、これでどんな感じかっていうのを動画にまとめたいと思っております。まあ、こんな感じで最新のねルアーとか変えたらねそれ使ってレビューとかね、いつもしますんで、ぜひね、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録お願いいたします。あとねあの本当ね、コメント欄が寂しいチャンネルなんで、こんな使い方も良かったよとかね、こんな琵琶湖で例えば坂又リアル使って60アップ釣れましたとかね、そんなんでもいいんでね、ぜひねコメントお待ちしております。あのね動画作っててほんとねコメントとかねいいねボタンバッドボタンとかもすらねこう反応がないとねすごいね寂しいもんで、ああもうこう今もね一人っきりでずっと喋りながら釣りをしてるんですけど、すごい寂しくなるんですよね。やっぱりあのコメントとかですねグッドボタンね、ああいうのがねすごい励みになりますんでね、ぜひよろしくお願いしますっていうのをこう独り言で喋りながら竿をしゃくり続ける、そんな因果な家業でございます。あーとか喋ってる間にゴン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 来たほらね見て来たでしょなんてねやりたいんですけど、今日はもうほんとノーバイトノーフィッシュ、そう都合よくいかないな。この前はまだ濁りの取れ始めっていう一番魚が餌食えてなくて、そんで急に状況がマシになってきての一発目だったんだろうな。ちょっとチーンとした感じですね。まあでも魚は確実にタイミングで刺してくるって印象はあったんで、まあ夕方ぐらいかな最悪な、それぐらいまでは無反応かもしれないですね。まあでもどっかでワンチャンはもらえると思うんで、で釣れたら結構40アップとか確率が高い釣りなんで、
ちょっとこの濁りなんで、その得意のライトリグダウンショットとかを永遠にチクチクやるっていうよりは、こういうので出会い頭のワンチャンをしっかりもらってくってのがいいんじゃないかなと思って、この手のアクション好きですけど、もともとはあの昔チューブワームがあって、でそのチューブワームにめちゃくちゃこう重いねジグヘッドを入れてシュッシュッってこうダートさせる、ね根こそぎくんだったっけな、あのハイドアップの吉田さんが世にエバーグリーンの頃に公開してくれたテクニックだと思うんですけど、そのね根こそぎくんっていう釣りが真冬でもなんでもね濁った、特にね霞水系ですね、霞水系で自分はそんな釣り方あるんだなんてね、12月とか1月に試したらねめちゃくちゃ釣れたことがあって、それでリアクションの釣りって結構覚えたんですけど、今やってんのは具とかは変われどイメージは一緒なんですよね、こうちょっとルアーも大きくなっちゃってね、リグもこうフリーリグという形態でやってますけど、根掛かりしづらいものをこうポイントバスの目の前であろうとこに入れてヒュンヒュンってねこうリアクションバイトを狙うっていう釣りは、その昔あった根こそぎくんっていう釣り方が原体験で今につながってますね。でその頃より、その頃ってこういうちょっと強めの竿とかってすごい重くて一日やってらんないなっていう、もうずっとやり続けてるとここら辺がもう腱鞘炎になるんじゃないか、筋肉痛になるんじゃないかっていうね、そんな釣りだったんですけど、今これロデオクラフトのホワイトウルフにグラビアスかジーニアスプロジェクトのグラビアスが、もうほんとこれ軽いんで、軽くて強いんで、こういうリアクションのヒュンヒュンってアクションがね、こうまあ今で言うとこうツージャークっていうんですかね、こういうのがねすごい疲れずにねできるようになってるんでね、ほんとタックルの進化ってのもありますよね。何をやっても釣れない、そうそれこそ何をやってもです。トップウォーターから始めて、この前すごいね爆一気した坂又シャッドリアル入れて、はいね、それでさらに当たりがいただけないんで、それ困った時はもうこれ、この毒々しいカラーの方先行どうしていいか分かんなくなっちゃった時は何も考えずに先行を投げるとね、これは間違いないでしょうね、もう分かんないね、前回ちょっと見えたかと思ったんだけどな、まあそれが釣りの面白いところでもあるんですけど、もう何もわかんないんで、魚がいるかもよくわかんないんで、そういう時はもうね初心に帰って先行を流す、なんだと思ってんだろうな、こうジャークした時は魚みたいにもなるだろうし、何にもしないで流してる時はミミズ風にもなるだろうしね、え不思議なただの棒みたいなんですけどね、まあ分かんない時はもうこれで沈め込んで糸がプンとかね跳ね上がる瞬間を丁寧に待つと、一雨欲しいな、状況も変わるし水位も変わるしなんて思って待っていたところ、お今なんか
ツンツンってなったね。なかなかうまくいかないもんで、ノーバイト地獄の激濁り、これがなかなか取れない状況になってしまいました。だー、食ってたな、こうはなんないでしょう。食ってたな、いるんだな。まあまだ最後の最後にルアーのサイズ下げるっていう技も残ってるんで、ただ先行はね今ワンバイトあったんで逆だし、もういろんな向きにね投げてね、そんでもってずっと使い回せるっていうのも先行の武器の一つですよね。食ってたかよ、ちょっと長い先行だからな。もうちょっと4インチとか、あれ追ってたんじゃない。食ったな、ルアーのサイズがちょっと大きいんだね多分ね。プンってね今糸弾いたんだけど、形をずらすこともできないぐらい小さなバスだと思うんですけど、なんかねプンってね今糸が走ったんで、もうしばらくちょっとこのやり方でやってみます。何だったんだろうな、とりあえずかかってくれればね、ギルなのかバスなのか、はたまた鯉の背中に当たってるだけなのか判断がつくんだけど、八方塞がり、トップウォーター、まあ跳ね物ダメ、前回爆撃した坂又リアルダメ、でかくて長いワームダメ、ちょっと晩作尽きてきたんですけど、まだまだ諦めませんよ。釣れない状況こそ楽しいですよね、バスフィッシング。じゃじゃーん、いろいろ持ってきたんですけど、これまだ使ってなかった。ラインスラックのパニックジャックの小さいやつ、タイニージャックね、これどうかな、ちょっとやってみますね。ボイルとかはないんだけど、1回だけこう魚がこうチチチチってね逃げる姿を見かけたんです。ってことは、ポイントにタイトに入れてネチネチ虫みたいに動かせばあるんじゃないかなって。ただあの2分の1オンスのタイニー NZ だとそれでもまだでかいっていうね、そんな厄介な状況なんじゃないかなって。最近買ったルアーの中でちっちゃいアピールでってなると、これどうかな、ダメか。おお、バックラフィッシュ、
この濁りでありがたいな。すげえ。はーい、帯ね、小型バイブレーション、もう何投げてもね釣れないこのどちゃ濁りな状況で投げて、しかもバックラッシュしてね、下まで落として巻き上げでいつの間にか食っておりました。いやー、でもねヒントになった、小さいながらありがたい一匹、よくやってくれたぜ、イエーイ。はいはいはい、ありがとね。いやー、この濁りだからバイブレーションのちょっと振動とブリ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 、これが良かったのかもね、ちょっとヒントになったかも。いるはいるんだね。おー、プラグのワームであんだけ散々やってダメで、どういうパスだあれ今。じゃあリフト&フォールとかで再現性があったりしないかな。でもあのサイズのバスがしっかりいるんだったら、いやー、わかんねえな、どうだったら釣れるんだ。でもなんだろう、下手なことするより巻きでしっかりやった方がいいのかな。さすがに毎回バックラッシュというわけにはいかないから、リフト&フォールで似たようなシチュエーションを再現できない。これで食ってきたらまあねえ、まあ一回ちゃんと沈めて、今結構な時間ね根がかりじゃないや、あのバックラッシュほどいていたので、ちょっと深いところからの上昇軌道に食うのか。謎は深まるばかり。あ、でも当たった、あー、帯連播、あー、魚だったね。ちゃんと針掛かりしてなくて飛んだけど、はい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 、あー、バックラッシュのおかげでなんかちょっとだけヒントつかめたかもしれない。今この帯ってね、すごいなんかシミフォールするんで、こういう感じでリフト&フォールしてたら完全に今ちゃんと食ったね。ちょっとサイズが小さかったから外れちゃったけど、はあ、もう一回反応してくれたらパターンだ。いやー、でもどうかな、この使い方でこの濁りだがさすがに寝がかっちゃうかな。この短時間で2回ヒットしたから、ここら辺に今なんかスクールが見えないけど入ってきてくれてるっていう感じだろうから、痛いな、もう一匹ぐらい。羽物ダメ、坂又リアル6ダメ、先行ダメ、ダメダメダメだから、ちょっと普段あんまりやらないこういうバイブレーションの釣りを取り入れたところ、いきなり小さいけどね、2ヒット1ゲットね、えもうほんと
バスいないのかなぐらいに当たり出せてなかったから、これは嬉しいな。よー、いいぞ。まだ1匹しか釣れてないけどね。これヒントですね。おっしゃ、あー、いた、いった、うっそ、わー、いたよ、マジか。うわ、すごいベイトが覆われて、うわ、ここだったか、いたよ。うわー、出た、びっくり合わせ、もうやだー、完全に今追ってたな。ゲーゲー、やっちったけ、今のでかかったんじゃない。ここの木の枝に入り込んじゃって合わせが入らなかった。なんこの絵、マジか。はいはいはい、坂又シャッドリアルでようやくパターン見つけました。いやー、ちょっとね、下の方でなんていうのかな、あのバイブレーションのリフト&フォールとかいろいろね試したんですけど、とりあえず数は少ないけど、そこの流れ出しにたまにタイミングで刺してくるという感じが分かったんで、そこね。で、ちょっと釣る邪魔だなと思ったんだけど、思いのほか釣るがちゃんと取れたんで、もうここで刺してくるの待ち。たまに45アップとかも刺してくるんでしょ、ここだったらね。この奇跡の流れ出しにかけるしかない。これで流れに寄ってきたバスをリアルのシルエットで、リアルシルエットで何分かに一度魚が入れ替われば結構連発するんじゃないかな。魚がピチピチって跳ねたのがヒントになったんだけど、なんかユーマ詰めとかに魚が刺してくれば狙えるんじゃないかな。今やっと
といろいろやって2匹目この流れ出しとさっき見つけたバイブレーションのパターンで煮詰めてっかな。逆雑誌この目玉効果とかあんのかな。ふうね、いるんだね。なかなかこんな当たり出ないか。はい、坂又シャッドリアル6インチ6インチってね、まあいい感じなんですけど、そこに微妙にこの従来の5インチ入れたらどうなんのよってことでちょっと試してみます。結構反応がもらえるポイントを見つけたんで、そこにまあもちろん6インチででっかいのは狙っていくんですけど、ただ釣れたバスのサイズはちょっと小型だったので、でこの坂又の大好き5インチこれをぶっ込んでみたいと思います。フリーリグでね、ちょっと表層で食うって感じでは相変わらずないんで、坂又で通常の5インチを釣れそう。これは釣れちゃうでしょう。言うまず目にまた6インチはぶっ込むとして、この流れ出しにやたら魚が刺してくるのは分かったんで、5インチ。
っしゃ来たよ、おっしゃ、おー、あーでもサイズはダウンだね。はーい、5インチに変えたら釣れるんじゃないかね。釣れたは釣れたんだけどちょっとサイズダウン。嬉しいけどフリーリグでねこんな感じで、やってみております。フリーリグで坂又シャットちゃん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 やってたら出す。あー、ありがとうありがとうありがとう、イエーイ。このサイズもいるんだなね、嬉しいけど。はい、というわけでね、前回坂又シャッドで結構大きなバスをね、釣れたのも含めてまだまだいけるんじゃないかということで釣り場にインしたんですけども、実はこの日ね本当になかなか苦戦しちゃって、ほんとしばらくの間ノーバイトノーフィッシュね、もう動画にまとめたんですけど、それでバックラッシュしたタイミングで偶然釣れたね一匹で、あ、魚のレンジちょっと変わっているっていうのに気づくことができて、でそこからですねいろいろ調整をして、結局ね坂又シャッドをその釣れてるレンジに送り込む、あとは釣れてる場所に送り込むっていうことでね、なんとか釣ることができるようになったんですけども、というところがこの前半なんですが、実はねもうこの後ですねさらにね微調整を繰り返していったらね、とんでもないね入れ食い状態になって、改めてこのルアーやばいな、すごいなっていうのにね、気づくことができちゃいました。というわけでね、次回の釣り子 TV ではこの後ね、まあ、この前半戦の反省をもとにね修正を加えていったらどんな感じでね釣れたのか、結構ね大きなサイズのねバスもコンスタントに釣れるようになって、肝はねあのルアーのあの使い方っていうことで、すぐにねまとめてまた動画で後編公開しますので、どうぞよろしくお願いいたします。またね、ぜひチャンネル登録ボタンと、グッドマークよろしくお願いいたします。コメントもね何かありましたらぜひね、こんな使い方もっと釣れるかもよなんてありましたら教えてください。というわけで釣り子 TV でした。また会おうぜ。